マンコマンドのマンページマンページとは、UNIX および UNIX 系オペレーティングシステムのマンシステムのコンテンツであり、電子化されたドキュメントのこと。各ページは独立した文書として構成されている。ライブラリーやシステムコールなどのコンピュータプログラム、標準や関連、抽象的概念などに関するページがある。マンコマンドを実行することでマンページを閲覧することができる。 マニュアル内のあるページを閲覧するには、以下のようなコマンドを使用する。マン、小番号、ページ名。マン、S、小番号、ページ名。シェルのプロンプトで、例えばマン FTP と入力する。見やすくするため、ページャーとして一般にレスをマン内部で用いている。ページを文章内で指す場合ページ名という書き方をする。小番号は同じ名前のページが、 複数の章に存在する場合、特定のページを指定するために使う。これは例えば、システムコールの名前とコマンドの名前などが衝突する場合に必要となる。例えば、マンとマン、エグジットとエグジットなどがある。多くのマンのバージョンでは最近閲覧した数ページのフォーマットされた内容をキャッシュとして保存している。マニュアルファイルのパス設定は、環境変数マンパスにて定義指定する。 このパスの通っていない場所にあるマニュアルは表示されない。また、言語設定が JA、または JAPANES になっていない場合に、日本語と英語両方のマニュアルが存在する場合は、日本語で表示されない可能性があるので注意が必要。マンコマンドのその他のオプションを知るには、マンマン、マンゴマン、というコマンドラインを入力、実行する。ユニックスプログラマー。 S, S マニュアルは1971年11月3日に最初に出版された。オンラインのマンページは1971年、ダグマキルロイの命令で、デニス・リッチーとケントンプソンが書いた。後にユニックスシステム3のマニュアルの出筆者となったテッド・ドーラタが汎用的なトローフマクロを書き、それをマニュアル向けに修正したものを使っている。当時、 マニュアルページシステムによる文書のオンライン化は大きな特徴と考えられていた。今日ではユニックス上のコマンドラインアプリケーションには必ずその万ページが付属しており逆に万ページがないアプリケーションは品質が悪いと思われるようになった。実際デビアンプロジェクトなどでは未だ書かれていないプログラムの万ページまで作っていた。しかし 各アプリケーションについて一つのページという形態は複雑で大きなアプリケーションやユーザーとやり取りを行うアプリケーションには合わずグラフィックスなども使えないフォーマット機能も時代遅れになりつつあるアプリケーションが複雑化しユーザーが文書がないことに文句を言わないことからマンページシステムは捨たれつつあり後継のシステムが開発されつつある基本的には すべてのユニックス系システムはワンページをサポートし続けているが多くの場合それ以外のオンライン文書やヘルプを提供している初期の後継システムのプロジェクトとしては GNU プロジェクトのインフォーシステムがありこれは素朴なハイパーテキストシステムであった多くのユニックスの GUI アプリケーションはユーザー向け文書として HTML を採用し イエルプなどの HTML ビューアーをアプリケーションに内蔵することが多い。マンページのデフォルトのフォーマットはトローフであり、トローフマクロのマン、またはシステムによってはマトックを使っている。これによりマンページはポストスクリプトや PDF に変換でき、様々なフォーマットで表示、印刷可能となっている。最近の Linux Distribution のマンパッケージには、 マンに HTML というコマンドがあり、マンページを HTML ブラウザで閲覧することも可能である。2010年、オパンブスドは、トローフの代わりに、マンドークをマンページのフォーマットに採用した。マンドークは、マンページ専用のコンパイラ、フォーマッタで、ポストスクリプト、HTML、XHTML 端末向けの出力を自前で行える。 マニュアルは一般に8つの章に分かれており、以下のように構成されている。ユニックスシステム V では章立てが少し異なっている。いくつかのシステムではマニュアルに以下のような章もある。章は後ろに文字を付与することで、さらに分割されている。例えば、3C は C ライブラリー、3M は数学ライブラリーなどといった具合である。これに関連して、 8章のシステム管理コマンドを1章の一部として1、M で表すこともある。以下のような文字は章を横断して同じ意味で使われる。万ページのレイアウトは単純なテキストとして表示するのに最適化され何らかの強調やフォント制御も可能ならば行われる。一つの万ページ内の不構成は以下の通りで常に以下の順序で配置される。他にも節はあるが、 あらゆるマニュアルで共通化されているわけではない。例えば、オプションズ、エグジットステータス、エンバイロメント、ノンバグズ、ファイルズ、オーサー、レポーティングバグズ、ヒストリー、コピーライトなどがある。MacOS や Linux では、マントマトックという2つのグロフマクロのパッケージが、マンページ執筆に使える。マンの方が古く、UNIX の従来からのフォーマットのマンページを書くことができる。 一方、マトックは新しく文書の意味論的構造をよくサポートしている。MacOS よび Linux でこれらの使い方を知るには、マングロフマンおよびマングロフマトックというコマンドを実行すればよい。あるいは、システム内にある個々のマンページのソースコードを見て真似をすればマンページを書ける。MacOS と Linux の場合、通常、ユズ、シェア、マンにマンページのソースファイルがある。 ソースファイルの場所は、例えばコマンド名がコマンドならば、man, w コマンドを実行することで得られる。man ページは、docbook やリニックストックフォーマットで書くこともでき、それをグロフにより変換すればよい。オンラインで man ページを見る以外に、man ページを pdf に変換して印刷することもできる。macOS と Linux では次のように入力する。グロフ m a n doc コマンド。 1>, 1コマンド ps.gs ドナポース d バッジ s t i v i ス e p u t f l i g h t ト、o u t p ート t f i l e コマンド ",pdf コマンド ,ps.1 行目で、マンページを、ポストスクリプトフォーマットでエクスポートし、2行目で、pdf に変換している。これは、マンフォーマットでもマトックフォーマットでも機能する。場合によっては、等幅フォントを使って印刷した方が読みやすい場合も、ある。 その場合は、上記のグロフコマンドのマイナスマンドックオプションの次に FC オプションを追加すればよい。マンドックフォーマットは各種ファイルフォーマットで出力でき、PDF フォーマットも直接サポートしている。マンドック TPDF コマンド1コマンド 1PDF。マンドック TPS コマンド1コマンド 1PS。マンドック TXHTML コマンド1コマンド。 1xhtml 1この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。